どうも、ワニです、今回またね、こちら俺が買い取った昆虫館の方に来てるんですけども、こちらの庭、見てください。これ草とか枯葉も爆破して綺麗になりました。もう土が見えてね、本当にだいぶさっぱりしましたけれども、で木もね、相当切ってもうほとんどなくなったんですけども、まだこの木の根っこが残っちゃってるんですよね。根っこまでチェーンソーで取れないんで、今回はちょっとこの木の根っこをどかしたいなと思うんですけども、バナナって、木じゃなくて草なんで、上の方は結構簡単に蹴ったり殴ったり倒したりもできたんですけども、根っこはね結構頑丈なんですよ。すごく普通に硬くて頑丈なんで、生半可なスコップとかクワとかじゃ取れないで、今回はこんなものを用意しました。こちらマキタのね、バッテリー式ハンマードリルの先っちょにこのスコップ型のビットをつけて電動スコップにしたものですね。これがあれば木の根っこも結構楽々掘り返せるらしいんで、これでできる限り木の根っこをどかしていきたいなと思います。じゃあまずちょっとこのね、ちっちゃめのやつからいきたいと思います。ちっちゃめといえど結構ねしっかり入ってますけど、どうかな。すげえ、あっという間に掘り起こせた。やっぱりね、手動と全然違いますよね。手動でこう掘ろうとするとこう、ちょっとやってこうなるけれども、電動でやってみると、どこだスイッチ、あっという間にもう手動じゃ入んないぐらいの奥深くまで入っちゃうもんね。手動だとこんな深くまでいかんもんね、やっぱりね。やっぱりこのね、スコップが地面にスーッと入っていく感覚がすごいですね。電動ってすごい。で今度はこの横に伸びたバナナの木の根っこ、これもすごい硬くてね取れないんですけども、このスコップ型ハンマードリルで結構ね根っこ切断すらできちゃうんですよね。もともとこのハンマードリルっていうのが、ハツリって言ってコンクリートとかを破壊する用の機械なんで、木の根っこぐらい全然破壊できちゃいますね。すげえ、これで綺麗になるぞ。よいしょー、よいしゃー、すげえ。このハンマードリルね、結構いいやつ買いまして、もともとマキタで販売されてた 18V のバッテリーのやつじゃなくて、 40V っていうね、新しく出た強力なバッテリーを積んだ HR005G という機械なんで、非常に強力です。よいしょ、すげえ、取れた。うん、こんなでっかい根っこも取れました。直径20センチ以上あろうかという根っこ、これも取れるんだ。まあでも言ってもね、一応バナナの木なんで普通の木よりは柔らかいはず。今度は普通の木の根っこもいけるのか試してみましょう。でここにね、普通の木の根っこがありますんで、これ行きたいんですけども、まずこのなんかでけえ石が結構ね、この敷地内いっぱい埋まってて、これも邪魔なんで、これが、あ、これどかせるか、これはどかせるな。ふー、あーでも重てえ、これは邪魔だ。おっ、いやでけえなこれ。ほら、よし、じゃあこの根っこ掘ってみよう。
やっぱね、この普通の木は根っこ硬いですわ。相当これは大変だぞ。簡単にこのスコップで切れない。周りに結構ゴミがいっぱい積もってて、根っこがどうなってるか分かりづらいんで、ちょっとブロワーで吹き飛ばします。おお、これは結構立派なドバミミズが出てきました。結構このカフェ作業中にいっぱいミミズが出てくるんでね、餌に困んないです。これよく見たらほら、細いって言っても結構まあ頑丈なんだけど、根っこが周りにいっぱい張り巡らされてる。これは一筋縄じゃいかないですよ。太いわ根っこが。ちょっとこれ根っこを切りながらやんないとダメだな。この根っこを切りながらいかんと無理だな。これな、ハンマドリルでも切れないことはないけど、これで切った方が早いわ。結構細いけど頑丈な根っこが周りにたくさんある。かっぺー。ああ、根っこもかてえな。やっぱ広葉樹はこの辺の土をほぐしてはブロワーで吹き飛ばして見ていくしかないな、周りを。見て、まだまだこのぶっとい根っこが結構出てきたよ。これはちょっともうこの金切りバサミじゃダメだ。でこの辺の根っこはもうこのでっかいね、ハサミじゃないと切れないんで、よいしょ、これでちょっと太めのやつをこう切断していって、あ、これでようやくちょっとグラグラするようになってきた。あれでも動くようになってきたな。おい、おお、角度が悪いね、マジで。おお、おお、おら、よいしょ、うわー、抜けた。いやー、抜けたけど、こんな細さ、俺の腕よりも細いような木の根っこを抜くのに、ハンマードリルだけじゃダメ。ブロワーと結構強い枝切りバサミまで使わないと無理。いや、でも達成感あるわ。いやー、これでこんな苦労してるんじゃさ、ここの普通にでっかいこの木の根っことかは絶対無理だわ。ユンボじゃないと。で結構こういうなんかね、埋まっちゃってる石があって、これも素手で取り出すの大変なんですけども、多分これを使えば、おお、すぐ取れる。よいしょ、いろいろ使い道はありますね。でまあさっきの庭のところはね、お試しです。もともとね、そんなでっかい切り株はこれで取れると思ってないから、まあ、庭の方はね、今度重機入れてユンボでね、さら地にしたいと思ってるんですけども、このなんか、門の前にある微妙な溝、この切り株をね、どかしたいんですけど、ユンボだったらこの隙間にショベルが入んないと思うんで、ここをやるためにこれ買ったんですよね。だからこの溝を今回は綺麗にしていきたい。この辺も結構多いんですよね、根っこがね。
これはまた別の根っこです。あ、切れた。ああ、切れたけども。これここの土もどかしたいんだよな。これめちゃめちゃ大変だ。まだまだこういう木がね、いっぱいあんのよ。きつー。頑張って何本か根っこ引っこ抜きましたけども、これでもね1本1時間ぐらいかかってて、もう本当にきついんで、ちょっとこれは無理だなということで、また今後ね、他の根っこたちは他の方法を考えて引っこ抜いていきたいと思います。まあ、昆虫館の回想動画ね、また今後も出していきますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。